ほう。とりあえずこの動画を見たらすぐにログインして報酬をゲットしてくださいということで、遊び屋鯉のぼりでございます。改めまして、本日2023年11月15日にアップデートがありまして、動画中で紹介しますが、最強人具などがもらえるイベントが追加されました。そして家族深淵の新要素などを解説していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。そして高評価を忘れずにお願いいたします。まずは主要任務というイベントが追加されています。これはシンプルに指定された条件をクリアすることで、人望だったり人選、おにぎり、土や勾玉などの報酬などがもらえます。主要任務を順番に達成していくことで、黒の新スキンジョーカー黒だったり、ボス戦などで開幕忍術を発動できるようになる忍装の秘伝書 SS の製作書が獲得できます。やるしかないですね。そして今回のミッションの中にはログイン日数でクリアできる条件もありますので、とにかく毎日ログインしましょう。忍びの試練もアップデートされていますので、強化素材も多く獲得できるようになっております。そして深淵挑戦についてなのですが、こちら今シーズンから深淵専用召喚獣とシーズン効果などが追加されています。シーズン効果もいろいろなものが追加されていくことになりますので、楽しみにしていきましょう。そして召喚獣なのですが、こちらはシーズン限定での登場になります。強化することで家族全体に有利になるバフを付与してくれるようになります。実はこの豪鉄、古代中国の鉄を食べる怪物になりますね。とにかくモンスター召喚獣にふさわしい感じですね。もっと詳しい内容が知りたいという方は、ぜひゲームにログインして確認してみてください。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。遊び屋鯉のぼりでした。またね。良い一日を。